チロリアンハットチロリアンハットは帽子の一種。アルプス山脈東部のチロル地方に由来する。日本ではチロルハット、チロル帽とも呼ばれる。英語ではババリアンハットやアルペンハットといった表現を用いられる。民族衣装としてのチロリアンハット。各地から集まったチロル両兵がそれぞれの地元の衣装を身につけている。左から右へ、ボーチェン、ディエンツ。 アブフォルターズバック、カルテルン、イエネージエン。パーティーグッズとして簡略化されたチロリアンハット一般にフェルト製でブリムが狭く後ろを折り上げた形でクラウンの立ち材に飾り紐が巻かれるのが特徴である。クラウンの横に羽飾りが付けられることもある。クラウン横の飾りは花飾りやブラシであることもある。ブラシは伝統的に シャモアの尾から作られるガムスバートと呼ばれるもので、これに羽毛が組み合わされた。帽子の素材としては、フェルトの他に、ツイードが用いられ、またコーデュロイやニット、ポリエステル製のものもある。チロリアンハットには多様なバリエーションがある。チロリアンハットの典型とされるものは、北チロルのチラータールのものである。緑色のフェルトで作られ、山の部分は一点にすぼまる形状をしており、ツは、 手の幅ほどの狭さである。男女共に用いられ、主に登山用の帽子として愛用される。カジュアル用であり、礼服には用いられない。19世紀から20世紀にかけて、チロル地方の人々の民族衣装は、一定程度の統一性を見せるようになった。チロル地方の村々では、帽子の形状の多様性が1820年代、ないし30年代から現在に至るまで、生き残っている。 北チロルの帽子の背は高く、ツバは狭い。一方、南チロルのワイン地帯では、ツバ広で、背の低い帽子が着用されている。チロリアンハットは、観光面でのチロル文化のシンボルとしてイメージされるようになった。こうしたイメージは、フォークソングのバンドが地元の服装を身にまとったことにも影響された。1962年、ミュージシャンのビリー・モーは、 イヒコフミア・レバー・アイネン・タイララー・ハットという曲を作り、伝統的ブラスバンドとチロリアン・ハットを結びつけた。1965年には同じタイトルのコメディ映画が作られている。イギリス王であったエドワード8世は、対位後しばしばオーストリアのシュタヤー・マルク州に滞在したが、彼がチロル風のファッションを愛用したことも、チロリアン・ハットの普及に一役買った。ありがとうございます。